今日は中のあれね、セッティングがどないなってるかっていうのも撮らなあかんから、ぼちぼち行きましょうか。風がね、想像以上。このタフワイルドームの特徴である下から入ってくる風があるんですけど、それを防いでいます。以前ね、タロリン村の方でもやったんですけど、見た目はねあまりよろしくはないんですけどね、全然ね、中の温度が変わります。これで冬用のテントはね、最初からついてるから楽なんですけど、だってね、一つのテントしかないんで、うちの場合何か工夫しないとこの冬越せないんでね。それではね、まずこのコットから組み立てていきます。2種類のめっちゃビビってるやん。あちゃんまだやろ。テントの容量と一緒で、スッとさせていくだけです。ただここから力技コーナーで、まずこの穴の位置を見つけたら刺す。見つけたら刺します。よいしょ、はい、はい、これで1個目。もう1個はね、これちょっと新しく買った方なんですけど、フィールドアのコットです。これはね、まだ売ってると思うんですけど、結構安くて耐荷重が150キロまでいけるということで新たに購入しました。こっちがね、80キロぐらいまでしか耐荷重なかったんで、ちょっと諸事情には乗れないから。こっちもね、先ほどと同じように足とフレームに分かれてます。足はこう自動でバコンバコンって入ります。そしてこっちのフレームも4箇所、これはまた同じようにフレームの足に差し込んでいきます。うまいな、あんちゃん。こちらも同じくフレームを最後まで通していきます。入れるときにめんどくさいけど、ここのね、穴ぼこに合わせて足をつけていくだけなんで楽ちんです。ここにパチンと、でこっちも同じくパチンと、これだけです。でこっちも引っ張って、多少ね力がいるんですけれども、はい、ちょっとこれだけですね。これを3箇所止めていきます。で女性の方やと若干無理があるかもしれません。その場合は動物園からゴリラを1匹借りてきてくださいというわけで2つ目のコットが完成です。でちなみに耐荷重150キロとなっていますので、王さんが乗ってもない。長もいい。ここはね、ベッドの下に一応この熱がこもるようなシートを引いてからベッドを置きます。ただ銀色が上がええんか下がええんか定かではないですけど、まあ、まだここにね、あったかマットとかも引くんで、それでだいぶあったかくはなると思うんですが、念のためにこの熱をね、こもらすシート的なものを引いておきます。ここのマットなんですが、こちらはキャプテンスタックの、だから自動で空気入るやつです。ここ開けてしばらく置いてると勝手に膨らんでくるんで、
このまましばしお待ちいただきます。前のね、リビングスペースはできるだけ快適に過ごせるようにこういうね、クッションを広げてます。ちょっと、お姉さんちょっと、落ち着くのちょっと早いなちょっとまだ今やってる最中眠そうやな。やっぱ寒さといえば、寝袋で、暖を取るんですけども、こちらコールマンのとかいう寝袋です。このコンプレッションベルトで全部締めてるんですけど、中身はこんな感じです。一般のね、シャカシャカ感のある寝袋とは違って、家で使う布団のような肌触りの寝袋になってます。確かマイナス15度ぐらいまで耐えれる作りになってます。結構ね、ゆったりとした作りになってて、私でもね、十分入ることができます。でこの寝袋の特徴は、これが1層目、こちらが2層目になってます。で中にですね、このちょっと薄手やけどしっかりと高いフリースが入ってるんですけど、この3種類組み合わせることでかなり寒いところでも耐えることができます。で全てこのシャカシャカしないお家のお布団のような生地の寝やすい布団になってます。はい、夏場やとね、この白いやつ1枚とかでも十分いけますし、またこれを敷布団にしてこの青いね、この一番ごついのをかぶって寝るということもできます。ただこいつのね、欠点はめちゃくちゃかさばることなんです。一旦これね、畳んでみましょう。まずちゃっちゃうな、ファスナーを締めます、ね、この状態です。そしてこの2本の紐と1本の紐があるんですけれども、こっちに向かっているやつとこの1本、このフックがついている紐があるんですけど、このフックの方をこういうふうに紐のない方から畳んでいきます。この時にこう巻いちゃうと、ものすごいこんなにかさばっちゃう。これをですね、すごく簡単にする方法がどこのご家庭にもあると思うんですけれども、握力80以上ある人を連れてきてですね、これでね、握っちゃいます。ゲット。もしご家庭に握力80以上ない人がいらっしゃる場合は、どっかの動物園でこう開かれてきてください。でこのように押し込んでいきます。 で最終ここまでいくと、この日本の紐をですね、まあ、ちょっと今雑なんですけどね、こう上に引っ掛けます。でこう握ったまま1本の方を出して、でここで直接引っ掛けるんじゃなくて、一回こっちに伸ばします。で切れそうになるんですけど、こっから勝負で、またどこのご家庭にもある体重100キロぐらいある人を連れてきてもらって、ギュッとギュッとギュッと締め上げていきます。そしたらね、ここまで簡単にきます。もしご家庭に体重100キロ以上ある方いらっしゃらない場合は、どっかの動物園行ってまたゴリラ借りてきてください。はい、で、まあ、ゴリラ借りてきたところで、このフックを簡単にパチンと、こうすることで通常の大きさまで縮めることができます。一度出したらね、二度と入らないっていうことを聞くこともあるんですが、この大きさまでいくと、このパックの中にチャックを閉めてもまた
余裕がある状態までいくことができますと。だポイントは2つです。まず1つ目、握力80ぐらいある人を連れてきてください。でポイント2、体重100キロ以上ある人を連れてきてください。はい、このポイントを2つ押さえていただいて、もし不可能な場合は近くの動物園でゴリラを1匹借りてきてください。簡単でしょ。コンプレッションベルトを使って締めていきます。これね、確か6本でアマゾンで1000円もしなかったと思うんで、また概要欄に貼っておきます。ちなみにこの寝袋も詳細調べて概要欄の方に貼っておきますので、また興味のある方一度見てみてください。それではね、ベルトで締めていきます。まずこういう感じでちょっと余裕を持たせて少しだけ伸ばします。にじめができるベルト一応なってるんで、そこまで力は必要、まあないことはないですけど、まあ締め方どうでもいいんですけど、まずこうパチンと押します。この状態ですね。これでもうだいぶきちきちになってるんですけど、もう一個いきます、はい、あとはこのちょっと余らしてるところを持ってですね、ここを締め込んでいきます。もっと締まると思うんですけど、まあ今は練習なんでね、こんな感じ。これで結構ちっちゃくなってます。で同じくこちらもここ普通の寝袋もね、こういうベルトがついてるやつが大体あるんで、それと同じ要領です。次は縦なんで少し余裕を持たせて、縦をパチンと止めると、まあこちらも同じようにこれをギュッギュッギュッと絞ると、さっきよりだいぶ小さくなったと思うんですけれども、横幅がこれぐらい、まあ半分とまではよいしょいかないんですけども、 0.8 ぐらいの大きさになってると思います。どうですかね。ちょっとでもちっちゃくしたい人はこのベルトで絞ったらいいと思います。ちなみに今こう体重かけてみてもこんだけまだちっちゃくなるんで、これで絞ればまだこんだけ分ね、小さくすることが可能です。いかがでしょうか。ハリスの抜け殻めっちゃ脱走しました。ここがねちょっと風で開いてたみたいで、オーナーさんに確保されて戻ってきたからよかったけど、これが抜け殻です。ここだけ置いていった、こんな感じでね、中のセッティングができました。今回はね、食器棚はもう持ってこずに、まあ、あのぶら下げるやつだけでこと足りると思います。こたつこんな感じで新しくなりました。前かけてたブランケットちょっと短かったんで、長方形用のこたつの布団を買ってきました。そして中はですね、このような感じでパネルヒーターが入ってあります。もうね、この段階であったかいんで、すごくねこのこたついいですよ。おすすめです。あとね、暖房器具としてはこのちっちゃいねファンヒーター1台持ってきてて、リビングスペースはあったかくなってますということですね。でこの中はこんな感じになってます。今回ね、主役のコールマンの寝袋をコットの上に置いて、そしてこれがあったかい、なんかウォームなんとかいうね、島村のあったかいマットがこれの上に敷いてあります。でもすでにアリスが陣取っておりますと。でこんな感じです。これでね、今日も十分あったかく寝ることができると思います。そう、Santa's gonna come and join us in this song. Hey, yeah. Doesn't matter if the show is wrong.